はい、こんにちは、レトスノーノです。7月19日の3問に入る前にご連絡をさせていただきますえ。短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました。試験まで3ヶ月ちょっとなので、これからはどれだけ効率的に勉強できるか、これが合否の分かれ目となってきます。これまではまだ時間があったので、多少非効率な勉強をしていても大丈夫だったんですけども、これから非効率な勉強をしてしまったら、これ落ちてしまいます。もし一度以上、達見に落ちて、 同じ勉強のやり方を教える方は要注意です。非効率な勉強だったから昨年落ちたんですね。なので今年合格するためには勉強法を大きく変えることが重要です。短期集中実力カップ講座では勉強法を大幅に変えていただき合格に導きます。この試験3ヶ月前から法律式ゼロの方でも合格に導いてきた実績があります。今から逆転合格をして一緒に喜びましょう。 短期集中実装カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます A は B に100万円を貸したその際の金銭消費貸借契約の特約で貸金債権につき消滅事項の利益をあらかじめ放棄する旨を約上したとしてもその特約は無効となる○丸かツかという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず、金銭消費対策契約。これっていうのは、まあ、貸金契約ですね。お金を貸した時のえ契約です。で、えー、約上するってこれ、まあ、約束するってことですね。約束する。まあ、特約っていうのも、まあ、契約、約束です。なので、今回の問題を簡単に言うと、A が B に100万円を貸して、 貸し金の契約を、えー、締結したと。お金貸しましたよね。借りましたよね。っていう契約をしたと。そして、時、え、効、ー、の利益をあらかじめ放棄する旨の、まあ、特約をした、約束をした場合、その約束っていうのは無効となる、丸るか罰かという問題です。で、答えはこれ、丸ですね。時効の利益をあらかじめ放棄することはできません。そのため、えー、本文のような特約っていうのは無効になるんですね。で、これっていうのはどういうことか理解できていますでしょうか このルールっていうのは理解をすれば当たり前のことを言っているってことに気づくんですね。ただちょっとここで解説すると長くなりますので短期講座ではこのような分かりにくい部分について具体例などを使いながら動画解説をしていきます。短期講座の受講者さんは受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、問い2ですね。媒、え、介、ー、業者、宅建業者 A は媒介契約が成立するまでの間に 代金にに関する融融資資の圧戦について、融資条件を重要事項として説明したがその融資が成立しない時の措置について飼い主に説明しなかった場合宅建業法違反となる「ルか×か」という問題ですで答えは○ですね重要事項説明として代金または交換先に関する貸借の圧っ内容だけではなく圧っが成立しなかった時の措置も説明しなければなりません よって、宅建業法違反となります。代金または交換先に関する貸借の圧線内容。これどういうことかというと、お金を貸してくれる銀行の紹介などについての話なんですね。圧線っていうのは、まあ、紹介っていうイメージですね。お金の貸借に関する圧線なので、まあ、住宅ローンを組む際の、まあ、銀行の紹介ですね。そういったイメージで大丈夫です。また、売買契約は締結したけれども、もしお金を借りられなかった場合、どうなるのか。 つまり、ローンの審査が下りなかったってことですね。そういった場合、どうなるのかを重要事項として説明する必要があります。重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます。なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、 当該契約は無効である。丸か罰かという問題ですね。で、答えは罰です。無効ではなくて有効なんですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、事前届け出をしないで土地の売買契約を締結した場合、届け出しなかったとしても契約は有効なんですね。ただ、罰則の適用はあります。6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。 で、今回は、まあ、中止区域とか監視区域なんで、まあ、事前届け出の話なんですが、中止区域や監視区域じゃない土地の場合、事後届け出が必要な場合ってありますね。で、事後届け出が必要な場合も一緒です。届け出をしなかったとしても契約は有効です。ただ、届け出をしなかったことによる罰則の適用はあります。なので、この点も合わせて頭に入れておきましょう。そして、短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました。 効率的な勉強がでできれば今からでもままだ間に合いますもう来年勉強したくない今年で終わりにしたいという方は動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います新たな事故をお待ちしておりますレトスの小野でした